河野先生のモノマネをさせていただいております天陽と申します。マイナンバーカード、これからますます目黒もマイナンバーカードを中心に便利になっていくと思われます。今度の投票については、手書きで皆さん投票所に行っていただく選挙になると思いますが、4年後の地方統一選挙どうでしょうか。もしかしたらデジタルの選挙になるかもしれません。そうやって考えますと、実際に皆さんが投票所に行って手で候補者の名前を書いて投票箱に入れるといった投票行動を皆さんが全員揃ってやるのは統一地方選挙今回が最後になるかもしれません。もったいないですよ。選挙行きましょう。皆さん投票に行って都の瀬康弘と書いて、皆さん投票所の雰囲気を楽しんでいこうではありませんか。それでは皆さんご賞味ください。都の瀬康弘、当選を目指して頑張ろう、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 もう一丁頑張ろう。